南京郊外で太平天国軍と戦う将軍将軍は新末の湖南地方の軍の故障で将友とも言う。太平天国の乱を清朝の正規軍は鎮圧できずやむを得ず新朝政府の命により各地の共振に臨時の軍隊を組織させた。これを共有と呼び将軍はその一つであった。湖南省少佐との共振の総国藩が将軍の創始者である。 祖国藩は、湖南省の各地の断連をまとめて、将軍を結成した。祖国藩は相続く、新朝正紀軍の敗戦を見て、軍師を勘弁とする士気の高い新しい軍事力の創設を狙った。断連組織令はあくまで強度防衛を目的とした指令だったが、1853年に将軍は、戦士防衛の命令を無視する形で、後世に遠征し、 太平天国軍を迎え撃った。こうした実績と祖国藩の昇進とともに、将軍は太平天国の乱に対抗する重要な戦闘力となっていった。皆豊か4年当時は陸軍13英6500人、水軍10英5000人であったが、同治3年に太平天国を滅亡させた時には十二万人まで膨れ上がっていた。新朝の満州族貴族の中には、 地方の肝心が武装することに不信感を抱く者もいたが、太平天国の乱の鎮圧のために将軍を徴用せざるを得なかった。同治元年には暗記省で祖国藩の弟子のり交省が Y 軍を創設しており、将軍と同様に断念をもとに一部将軍から編入部隊を足して創設された。祖国藩は太平天国滅亡後、清朝からの疑惑を恐れて、 将軍を解散した。全国各地の人材が祖国藩の帰化の将軍に投じ、その幕僚は300から400以上に上った。後に、これらの昇水や幕僚で総督になった者は15人、準部になった者は14人、その他の文部官も多数に上る。この将軍出身者が、用務運動で大きな役割を果たすことになった。将軍は、清王朝を救ったが、漢人が、 正解の中心に進出するきっかけを作ったのである。なお将軍解散後、宇太郎会に参加した将兵が多数いたという。その他、上秘差し、利前乱、花、薫などの科学者たちも祖国藩に協力している。ありがとうございます。